皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。唐突に、皆さんの玄関ってどんな感じですか？私の玄関はこんな感じで、靴を脱ぐところの段差を解消するために、お父さんが手作りで作った木のスロープが置いてあります。それで普段はこんな感じの様子なんですが、出るときはドーンと扉まで行ってそのまま開ける。で、帰ってきたときがなかなかの体勢で、扉をこう閉めながら入ってくるっていうのが、こういう方法しかないんだろうなって思いながらも、でもしんどいなっていうふうに思っていました。でもなんとそれを解消してくれる商品と出会うことができました。それがこちら、リクシルさんから出てる玄関ドア用電動オープナーシステム、ドアックというものです。今回ですね、こちらの商品の PR をさせていただくことになりました。まあですが、まあ忖度なしで、ここちょっとなっていう思うところとか、そういうところはこうどんどんリクシルさん側にも伝えていこうと思いますし、ちゃんと皆さんに発信していこうと思います。まず取り付け工事はこんな感じで、玄関にコンセントがないとダメなので、ちょうど玄関の隣が私の部屋に今なっていて、そこから、壁を伝って、電源コードを取ってで取り付けるっていう工事だったんですけど、まあ、でもあっという間に2時間くらいで終わりました。はい、ということでこちらがドアックになります。下にある銀色のやつはあれはドアックと関係ないものですね。あれは関係ないです。なのでコンセントのところから白いやつと、あとドアについてリクシルって書いてある黒い部分があるんですけど、あと鍵のところですね、鍵穴のところサムターンっていうんですが、そこに自動で鍵がかかるものがつきました。はい、じゃあこれがドアックの鍵になります。でこの開けるを押しますね。で鍵が回って、ドアが開きます。なので前の動画ビフォーの時は一回壁ドアにぶつかっていて開けてたけど、それを気にすることなくこのまま出ることができます。出発します。はい、ここからさよならして、今閉じるを押しました。で閉まります。ここが自動で閉まるよと。開けて、で登り切ったら閉めるを押す。はい、こんな感じで、わざわざ自分で頑張って扉を閉めなくても閉めることができます。はい、でやっぱりそのあくまでのちょっとラグ、タイムラグがあるので、車から降りました。でそのタイミング結構5メートルくらいは玄関まであるんだけど、そのタイミングで今開きのボタンを押します。はい、で玄関に向かいます。
頑張って急げなんと、はい、見てください、ちょうど空いているのでさっきと同じように上がってまた閉めるっていう感じができます。はい、でこんな感じで、でもう一個本当この自動だけではなくてアシストもついていて、くるこうちょっとこうグイッと押してあげると自然に閉まります。最後ゆっくり、この場合でも鍵はかからない。で開けるときもちょっとグイッと引っ張ると自動で開いて開いてダメそう、だから車椅子の人たちはこう手でやるっていうよりはリモコンでやった方がよくて、でこの場合10秒経つと自然に閉まってきます。だから車椅子の人たちはリモコン、ただ家の人たちはわざわざこのリモコン使うの面倒くさいっていう時はこう拭いて開けてくれればいいのかなというふうに思います。でこの自動で閉まってきた場合、この時別にそんなに全然強い力は加わってないですし、今大人だったと思うけど止まります。ちゃんと危険物感知みたいな感じで挟まり防止でちゃんと止まってくれて、また押せば自然に閉まります。普段、私がお家の中にいる時に今まではやっぱここのスロープがあった分鍵をかけることってすごく難しかったんです。というのも宅急便さんが来た時にわざわざ開けることができなくって、ずっと鍵をかけてませんでした。でも結構田舎だとあるあるなのかなというふうに思いますけど、やっぱり安全面ではやっぱりお家の中にいてもかけてた方がいい、でも開けるのが大変っていうので、このドアップがついたことにより、ピンポン押してピンポンピンポン、こうやって人が来ました、で、あ、宅急便来たなと思ったら、はいどうぞって言ってこっちでボタンを開けて今開けますって言った時に、こういう感じでね、宅急便の人に対して鍵をかけた状態でも宅急便の人をこう迎え入れることができるようになりました。これはすごくいい機能だなと思います。開閉する扉の広さや、あと開閉するそのスピードっていうのも細かく調整できます、まあ、ただあくまでこの鍵がウィーンって開いてウィーンって開くまでの速さがでもちょっとこう気持ちうんってこうワンテンポ遅いので、なんかそれはもうちょっと改善してほしいなというふうに思っています。まあ、それはもうリクシルさんには言ってありますね。ただ全ての扉につけれるわけではなくて、いろんな基準をこうクリアしないとつけれないっていうことがあります。まあ、と言っても、もう結構な割合でつけれるらしいですが、まあ、そういった疑問ですね、ドアックについての疑問を商品ページよくある質問コーナーってあると思うんですけど、そこですごく細かく回答してくれてます。なんか疑問に思ったらそこ見れば結構全て解決できるんじゃないかなっていうくらい、まあ、ここまでリクシルさんがもう見えてるんだなっていうことを思いました。なんかこんなにこうここだけですごく解決できる質問コーナー場所っていうのも初めてくらい見ましたね。まあ、ただと言っても、もうやっぱり値段ですよね。値段がやっぱ気になる中で、鍵が1つの場合ワンロックセットって言うんですけど、ワンロックセットの場合は20万8000円で、で、2ロックの場合2つ鍵が2つをつけるといえば23万8000円っていう風になっています。まあ、個人的には今まで、こういった製品がなかった割にはとても企業努力していただけてるなというふうに思いますが、まあ、でも安くつけれることに越したことはないことで、住宅補助の制度が使えるかっていう点なんですが、やっぱりまだまだ新しい製品なので、事例っていうのが少ないです。こちらリクシルさん側からいただいた資料になるんですが、ただ今現段階でいただいたので、この件とかこの市で降りたっていうですか報告はいただいてるんですが、ただ障害の度合いとかいろんな条件によって
この今挙げてる市で降りたからといって、他のその同じ市に住んでる方が降りるとは正直わからないですが、まあでも、まあ、申請してみることは大切だとは思います。まあ、こんな感じでドアクをつけたことによって、私が今まで生活の中で感じていたちょっとしたね、もやっとした部分が解決できてとても嬉しく思います。ただでもまだまだ使い始めたばっかりなので、慣れない点とかもあるので、ちょっと今後もね、あと他の家族の人たち、障害がある人たちだけじゃなくて他の家族の人は使いやすいのかっていう点についてはこれからもちょっと長い目で使ってリサーチしていこうかなというふうに思っていますし、この今動画を見て気になった、ドアクが気になったなっていう方で思い浮かぶ疑問っていうのをぜひこの YouTube コメントに書いていただいて、それをまた私が解決する、回答するっていうのをやっていこうかと思います。では新しい製品だし、なかなか手が出しづらいっていう方もたくさんいると思います。ただやっぱりあったら便利っていうのは正直あるんですよね。でなんかね、結構引き戸に対しても私は使えるんじゃないかなと思っていて、それはリクシルさん側にも横開きの扉につけれるようになんか作ってほしいっていうのもお願いしました。こんな感じでですね、企業さんが暮らしやすいようにいろんな製品を開発するために頑張っていただけてることってとても嬉しいと思いますが、やっぱり使う側がですね、使う側が使っていかないと、意見を言っていかないと、いいもの、新しいものっていうのは出てこないと思うので、自分には関係ないやとかじゃなく、なんかぜひいろんなご意見いただけたらなというふうに思います。ではこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。